ジビーナ・コメジョ1555新曲の初版コメアラ、コメジョ1472新曲は13世紀から14世紀にかけてのイタリアの詩人、政治家、ダンテ・アリギエリの代表作である。地獄編、煉獄編、天獄編の3部からなる全14233行の陰文による長編上獅詩であり、聖なる数、 三を基調とした極めて金星の取れた構成から、しばしばゴシック様式の大聖堂に例えられる。イタリア文学最大の古典とされ、世界文学史上でも極めて重きを成している。当時の作品としては珍しく、ラテン語ではなく、トスカーナ方言で書かれていることが特徴である。現代はイタリア語で、神聖喜劇を意味する。ただし、ダンテ自身は、 単に、喜劇とのみ題した。喜劇としたのは、悲劇と違って、円満な結末を迎えるためや、比較的平易に読める、当時の俗語で書かれているためだという。出版史上では、新曲の最初期の写本には、ダンテ、産業院誌などの題が付けられていた。15世紀から16世紀頃には、ダンテの詩が、活版印刷で出版されるようになり、1555年に、 観光のベネツヤ版により、新世紀劇の題名が定着した。放題の新曲は、森鴎外役の代表作であるアンデルセンの即興詩人の中で用いられた。その一章、新曲、我ともなる気候詩において、新曲の魅力が語られ、上田里志山佐宗白鳥ら同時代の文人を魅了し、翻訳紹介の試みが始まった。上記が日本における、 最初期の新曲紹介であり、ダンテ作品の需要はここから始まったとも言える。ゆえに、今日でもほぼすべての役代が、新生期劇ではなく、新曲で統一されている。ダンテが、新曲を世に出した背景には、当時のイタリアにおける清掃と自身のフィレンツェ追放、そして、永遠の祝女ベアトリーチへの愛の存在が大きい。また、ダンテは、ベローナのパトロンである。 カングランデ一世への書簡で人生における道徳的原則を明らかにすることが新曲を執筆した目的であると記している。新曲地獄編は1304年から1308年頃に執筆されたと考えられている。1319年には地獄編と煉獄編はすでに多くの人に読まれており、ダンテは名声を得ていたことがわかっている。 天国編は1316年頃から死の直前1321年にかけて完成された。新曲は当時の知識人の共通語であったラテン語ではなくトスカーナ方言で執筆されたことも多くの人に読まれた理由である。新曲では実在の人物の名前がただ登場する。ベルギリウスに地獄界の共同をこい煉獄山の頂上で ダンテを迎えるベアトリーチェは、ダンテが幼少の頃で会い、心惹かれた少女の名である。しかし、後にベアトリーチェは24歳で養成してしまう。ダンテは、それを知って、ひどく嘆き悲しみ、彼女のことを歌った、詩文、申請をまとめた。新曲に登場するベアトリーチェに関しては、実在した女性ベアトリーチェをモデルにしたという、実在論と永遠の祝女。 クオンの女性として、キリスト教神学を象徴させたとする象徴論が対立している。実在のモデルを取る説では、フィレンツェの名門フォルコポルティナーリの娘として生まれ、後に、銀行家、シモーネデ・バルティの妻となったベアトリーチェを書くとして、ダンテがその詩の中で、永遠の淑女として象徴化していったと見る。非実在の立場を取る神学の象徴説では、 ダンテとベアトリーチェが出会ったのは、共に9歳の時で、そして再会したのは9年の時を経て、二人が18歳になった時であるというように、三位一体を象徴する、聖なる数、三の倍数が何度も現れていることから、ベアトリーチェも、また進学の象徴であり、ダンテは、献身の体験を偶意的に、永遠の祝女として象徴化したという説を取る。いずれにせよ、ベアトリーチェは、 愛を象徴する存在として神聖化され、神学の象徴ともあると考えられている。地獄と煉獄を案内するウェルギリウスも実在した古代ローマの詩人であり、新曲の中では理性と哲学の象徴とされている。ダンテが新曲を執筆するきっかけの一つには、当時のイタリアでの強硬派と皇帝派の対立、および党派構想を制したクエルフィ内部での白党と、 黒党による清掃がある。ダンテは白島に所属しており、フィレンツェ市政の重鎮についていたが、この清掃に敗れて、フィレンツェを追放されることになる。新曲には、ここかしこに、ダンテが経験した政治的不義に対する憤りが現れており、自分を追放したフィレンツェへの怒りと通話も込められている。また、ダンテを陥れた人物は、 たとえ子孫の教皇であろうと地獄界に落とし、そこで罰せられ苦しむ様子も描かれている。他にも、ダンテは自由に有名無名の実在した人物を登場させ、地獄や煉獄、天国に配置しており、これによって生まれるリアリティが新曲を成功させた理由の一つであると考えられる。新曲は、の三部から構成されており、各編は、それぞれ十四課。 三十三3三十三計の0百かからなる。このうち地獄編の最初の第一課は、これから歌う三外全体の構想を表した、いわば僧序となっているので、各編は三の倍数である三十三から構成されていることになる。また、始業全体にわたって三業を一連とする三業因子、あるいは三因ク法の死刑が用いられている。 各項は11音節からなり、産業がひとまとまりとなって、産業連区の客員が、アバ BCBCDC と次々に因を踏んでいって、左上に連なるという応因形式である。各歌の末尾のみ3プラス1行で、ジックス UGZ という因によって締めくくられる。したがって、各歌は 3N プラス1行からなる。このように、新曲は細部から全体の構成まで、 作品の隅々において、聖なる数、3が貫かれており、幾何学的構成美を見せている。ダンテは、ローマカトリックの教義、3位一体についての進学を、文学的表現として消化しようときとした。すなわち、整数、3と完全数、10を基調として、1、3、9、10、100の数字を、新曲全体に行き渡らせることで、3位一体を、 作品全体で体現したのである。なお、地獄、煉獄、天国の各編とも、最終巻の末節は、星という言葉で結ばれている。また地獄編は、キリスト教新約聖書外典である、ペトロの目視録で語られている、世界観を踏襲している。ユリウス歴1300年の、聖金曜日、暗い森の中に迷い込んだダンテは、 そこで古代ローマの詩人ベェルギリウスと出会い、彼に導かれて、地獄、煉獄、天国と悲願の国を遍歴して回る。ベェルギリウスは、地獄の旧剣を通って、ダンテを案内し、地球の中心部、マオール・チー・フェロの遊兵されている領域まで至る。そして、地球の対処点に抜けて、煉獄山にたどり着く。ダンテは、煉獄山を登るにつれて、罪が清められていき、 煉獄の山頂で、ウェルギリウスと別れることになる。そして、ダンテは、そこで再会した永遠の淑女、ベアトリーチェの導きで天界へと昇天し、核優勢の天をめぐって、思考点へと登り詰め、献身の域に達する。地獄編の冒頭。気がつくと、深い森の中におり、恐怖に駆られるダンテ。ギュスターブドレによる、挿絵聖歴1300年の聖金曜日。 人生の半ばにして、暗い森に迷い込んだダンテは、地獄に入った。作者であり、主人公でもあるダンテは、死縮する詩人ウェルギリウスに案内され、地獄の門をくぐって、地獄の底にまで降り、死後の罰を受ける罪人たちの間を変歴していく。ウェルギリウスは、キリスト以前に生まれたため、キリスト教の恩寵を受けることがなく、ホメロスら古代の大詩人と共に未先令者の置かれる、変国にいた。 しかし、ある日、地獄に迷い込んだ、ダンテの身を案じた、ベアトリーチェの頼みにより、ダンテの先導者としての役目を引き受けて、変国を出たのである。明快の私森カロンが、死者の霊を船に乗せてゆく、地獄編の差し絵より、新曲において、地獄の世界は、ロート上の大穴をなして、地球の中心にまで達し、最上部の第一圏から最下部の、 第九剣までの九つの剣から構成される。かつて最も高気華々しい天使であったルチフェロが神に反逆し地上に落とされてできたのが地獄の大穴である。地球の対処点では魔王が墜落した衝撃により煉獄山が持ち上がったという。地獄はアリストテレスの倫理学でいう三つの邪悪、法性、悪意、銃声を基本としてそれぞれさらに細分化され、 邪淫、貪欲、暴力、欺瞞などの罪に応じて、亡者が各県に振り分けられている。地獄の階層を下に行くに従って、罪は重くなり、中ほどにあるリデの死を境として、地獄は、比較的軽い罪と重罪の領域に分けられている。ボッティチェッリの地獄の図紙1490年、新曲の地獄において最も重い罪とされる悪行は、裏切りで、 地獄の最下層呼吸とすトスには、裏切り者が永遠に凍りつけとなっている。数ある罪の中で、裏切りが特別に重い罪とされているのは、ダンテ自身がフィレンツェにおける清掃の家中で体験した政治的不義に対する怒りが込められている。地獄界は、まず、この門をくぐる者は一切の希望を捨てよと、命された地獄の門を抜けると、地獄の前提とでも言うべきところに、 罪も誉れもなく、人生を無意に生きた者が、地獄の中に入ることも許されず、止め置かれている。その先には、アケロン川が流れており、冥府の私もリカロンの船で渡ることになっている。地獄界の階層構造は、以下のようになっている。地獄界の構造地獄の中心樹でっかのさらに中心、地球の重力がすべて向かうところには、神に反逆した、打天使のなれの果てである魔王。 ルチフェロが氷の中に永遠に遊兵されている。魔王はかつて後期甚だしく最も美しい天使であったが、今は醜悪な三面の顔を持った姿となり、半身をコキュートスの氷の中に埋めていた。魔王はイエス・キリストを裏切ったイスカリオテのユダ、カエサルを裏切ったブルートスとかシュースの三人をそれぞれの口で噛み締めていた。二人の詩人は 魔王の体を足台としてそのまままっすぐに反対側の地表に向けて登り岩穴を抜けて地球の裏側に達するそこは煉獄山の麓であったダンテに呼びかけるベアトリーチェウィリアム・ブレイクがヒエロニムスボスの七つの大罪と四を割り煉獄は地獄を抜けた先の地表にそびえる大形の山でちょうどエルサレムの大書店にある浄化あるいは浄罪とも言う 永遠に罰を受け続ける救いようのない地獄の住人と異なり、煉獄においては介護に達した者、改春の余地のある死者がここで罪をあがなう。煉獄山の構造は下から上るごとにいくつかの段階に分かれている。亡者は煉獄山の各海底で生前になした罪を清めつつ、ウェ上ウェと登り、清めを得るとやがては天国に到達するのである。 地獄を抜け出したダンテとウェルギリウスは、煉獄山のふもとで、昇華とと対面する。ペテロの門の前でダンテは、天使の剣によって、額に印である七つの P を刻まれた。P は、煉獄山の七巻で清められるべき、七つの大罪、ピカーティを象徴する印である。そして、ウェルギリウスに導かれて、山を登り、生前の罪を贖がっている死者と語り合う。 ダンテは、煉獄山を登るごとに清められ、額から P の字が一つずつ消えてゆく。山頂でダンテは、永遠の淑女ベアトリーチェと出会う。ベルギリウスは、キリスト教以前に生まれた異端者であるため天国の案内者にはなれない。そこでダンテは、ベルギリウスと別れ、ベアトリーチェに導かれて天国へと昇天する。煉獄山の構造主皇帝を見つめるダンテと、 ベアトリーチェ地獄の大淵と煉獄山の存在する地球を中心として、同心円状に核融成が取り巻くプトレマイオスの天動説宇宙間に基づき、ダンテは天国界の重点を構想した。地球の周りをめぐる太陽天や木星天などの諸優勢天の上には、十二、空の損する恒星天と万物を動かす力の根源である原動天があり、さらにその上には、 神の座す、思考点が存在する。ダンテは、ベアトリーチェに導かれて、モロ優勢点から構成点、原動点と、下から順に登っていく。ダンテは、地獄から煉獄山の頂上までの道をエルギリウスに案内され、天国では、思考点に至るまでは、ベアトリーチェの案内を受けるが、エンピレオでは、クレルボーのベルナルドスが三人目の案内者となる。天国へ入ったダンテは、 おののの底で様々な聖人と出会い、高妙な進学の議論が展開され、聖人たちの進学諮問を経て、天国を上へ上へと登り詰める。思考点において、ダンテは天上の純白の薔薇を見、この世を動かす者が神の愛であることを知る。天国界の構造、新曲は世界文学を代表する作品として、評価は定着しており、西洋において、 最大級の惨事を受けている。世界文学を語る際にはほぼ筆頭の位置に置かれ、古典文学の最高傑作、ルネサンスの戦勝となる作品とも評されている。特に英語圏では、新曲の影響は極めて大きく、部分役を含めれば百数十作に上る翻訳が行われ、膨大な数の研究所や、批評紹介が発表されている。断定文献を多く増するアメリカの、 コーネル大学図書館では、ダンテ関連の文献だけで4冊の目録が作成されているほどという。日本における新曲の授業も西洋からの翻訳紹介から始まったこともあって、基本的にはこの流れを組む。新曲は執筆当時から様々な寄与方変を受けていた。ダンテとほぼ同時代に活躍したボッカッチョは深くダンテに傾倒し、 最初の崇拝者となった。彼は新曲仲介やダンテライさんを表してダンテを検証し、後には新曲の講義もを行っている。一方で、ダンテによって地獄に落とされた人々の子孫や関係者たちは当然ながら新曲を快く思っていなかった。また、ダンテの正義、倫理観に反するものは、たとえ強行であろうと容赦なく、 地獄に落として攻め国に合わせたため、この点を反強敵と批判する者もいた。また今日の評価からすると驚くべきことかもしれないが、ルネサンスが終わりかけに入る頃、ダンテも新曲もほとんど言及がなくなる。後輩格のペトラルカやボッカッチョが、その他ヨーロッパ文学に与えた影響に比べると、明らかに寂しい。例えばフランスの古典主義文学は、完全に、 新曲を無視して成立している。19世紀初頭、イタリアのロマン主義詩人アルフィエーリは、イタリアにおいて、新曲はほとんど読まれていないと語り、スタンダールも、イタリアでダンテは軽蔑されていたと書いている。ゲーテはこの作品の偉大さを理解していたものの、その苛烈な表現に不快感を示し、批判している。十九世紀半ばから、ロマン主義運動とナショナリズムが公用するにつれて、 ダンテは注目されることになり再び読まれ研究されることとなった。そして20世初めにホフマン・スタールや T.S. エリオットら詩人や作家によって半ば神格化,化されて今日の評価に至るのであり永続的な高評価を受けてきたわけではないことに留意する必要がある。新曲の中には様々な書物からの引用がある。中でも聖書が最も多く次に アリストテレスやウェルギリウスなどの哲学や倫理学、詩が多用されている。また、当時の自然科学における天文学、測量学などの知見を素材として、論理的、立体的に構成されていることから、中世における百科全書的書物であるとも評価される。さらに、聖書の伝説、ギリシャ神話やローマ神話の神々や怪物も多数登場し、 古典文学の流れを引く幻想文学の代表作とも言えよう。実際、その幻想的な内容と向上なイメージから、口述するように数々の文学や芸術作品に大きな影響を与えてきた。新曲の持つファンタスティックな描写は、現代の SF やファンタジーの源流の一つともみなされている。新曲日本語訳は十数名を数えるが、文語訳で、 山川平三郎役が、交互分けで、平川祐博役、儒学文章役が、最も一般に流通している。前役は他に、戦前では、竹友宗夫役、中山正樹役、生田長公分け。戦後は、野上添一役、三浦一夫役、21世紀での分けは、元気象分けなどがある。地獄編のみの役所は、北川冬彦役、荒木義幸役、 元光役、スカーツ子役がある。また河島秀明役が地獄編より一かずつ岩波書店の月刊誌、図書で連載された。小役では、茂野隆史光、ダンテ新曲物語がある。これは明治36年に刊行されたもので、最初の新曲の翻訳でもある。 また、上田里氏の未抵抗翻訳があり、救世したため地獄編の冒頭部や天獄編の一部のみの訳けだが重要である。他にいずれもギスターブドレの総画を載せた小役版に、平沢や一郎、絵で読む団テ、新曲地獄編、谷口エリア、ドレの新曲がある。とりわけ、谷口役版は、100枚以上のドレ、新曲総画が収められたドレが集となっている。 ウェブ上の青空文庫で山川平三郎役新曲が公開されている。ウェブ上のみでの試みでダンテと砂漠と歌にて中西春吉が翻訳、研究を発表している。北川冬彦役は新曲地獄編の電子版が発売されており、冒頭の第3課のみを試し読み版でダウンロードできる。三浦逸子役新曲は編の電子版であり、 試し読み版で地獄編第一課が公開されている。ありがとうございます。